皆さん、皆さん、こんばんは。経営コンサルタントの中野です。今日は2023年8月17日木曜日でしたね。皆さん、皆さんいかがお過ごしでしたでしょうか。今日も暑かったですね。お盆明けたって感じですけども。暑くて暑くて、どう、どうしようもなかったですね。まあ、年寄りなんかはね、 あの年寄り1人で1人にさせちゃダメですよ、やっぱりね。うん、ボケちゃうからさい、いつ何時にボケちゃうか分かんないからね、エアコンのつけ方なんかも急に忘れちゃうからね、気のと今日でね。そ死んじゃうからさ、もちろんテレビのつけ方も分かんないし、テレビなんか見たって前、ね、朝からまで同じことしかやってないしさ、NHK もね、民放も。飽きちゃうわけですよ。 だから、かわいそうだよね。年配者はね、掃除洗濯もできなくなっちゃうしさ、料理なんかもね、買い出しも。だから、やっぱり子供がさ、毎日24時間付き添ってあげればね、会話にもなるし、会話もさ、自分で喋ってると何、何喋って、喋ってるか分かんなくなっちゃうんだよね。寂しい思いするからさ、 子供だったら分かってあげられるからね。何度も何度も同じことを質問してさ、何度も何度も同じことを喋って笑ってあげてね。まあそういうことをしないといけない,いけないから、それがね、それが子供の仕事ですよ。まあ、あの、会社勤めでね、会社行かないと住宅ローンも払えないし、子供大学に行かせられないからね。 そんなのやってられないよと、親のね、親の介護なんかやってられないよっていう人も、まあ、それいるでしょう。いるけど、やっぱり、親の介護をしながら収入を得る仕事を徐々に探していった方がいいね。うん。まあ、あの、学校出てさ、すぐ就職してね。まあ、それで、まあ、20代、30代、40代、50代と勤めて、 あと、ちょっとね、定年っていうときにさ、親が倒れたとかね。まあ、奥さんだけにさ、あの、親の面倒見させるなんてのは、これはできないからね。これはもう無理な話だから。だから、じゃあ子供、子供に見てもらうって,っても、そんな無理だから。だから、男もね、やっぱり一緒に風呂入れてあげてさ、下のし、ね、 ててあげてね朝から晩まで飯作ってあげてさご飯口によそってあげてねやっぱりやらないとさ自分が子供の頃にそうしてもらったんだから赤ちゃんの時にねもうそそれがさ人間で何のために生きてきたのかなっつったらそれこそそそれだよな子供をさ <coughs> 子供は可愛いしさ、いつまでやればいいかって決まってるからね。1歳になれば立ってさ、自分で喋り出すから。2歳になればおむつも取れる。まあ、2歳になる一 ?1 歳、1歳とちょっとでね。あれおむつ取れるもっと早いか半年か半年ぐらいか。おむつ取れるしね。あのー、まあ、2歳になる前に手離れればね、勝手に遊んでるからね。 年寄りはさ、だんだんだん日に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 手がかかってさ、昨日できたことが今日できなくなってね、あの、昨日血受けたのが今日吹けなくなるわけですよね。で、うんこたらたら、しょんべんたらたら、あっちに、床、畳絨、絨毯、いろんなところに入っちゃってさ、全部捨てちゃうか、つってね、全部土間にしちゃった方がいいの、って。 僕は今そう思ってますよ。もう土、土にしちゃってね、床をね、全部土にして、しょ、うんべん垂れてもね、うんこ垂れてもさ、土、一素してね、入れ替えちゃえばさ、また綺麗になるからね。そんなことも考えてるし、まあコンクリートにしてね、水拭きしちゃえばいいやとも考えててさ、なんで板入っちゃったんだろうなって。 いたってさ、かっこいいね、床にしたけど、こんな困ったよな。まあ少なくても、泥じゃなくてもコンクリートにしてね、バーって水でさ、入っちゃえばね、あ綺麗になる。ね、ほんでそこのコンクリートの上にさ、ベッドだ、椅子だ、机だ。 トイレだって言ってね、コンパクトに置いてさテレビだと置いてね YouTube だ Netflix だと置けばさ楽しいんだしねじゃあそんなことできないからデイサービス <laughs> っつったってなボケて,るしボケてるからデイサービスもなかなか受け取ってくれないしね 老人ホームからって言うとさ、特別養護老人ホーム、特別老人ホームになっちゃうさあ、さ、なかなかで。ボケてるからさ、いじめられちゃうけどね。ポコポコになって帰ってくるからさ。殴られたってさ、わかんねえながら本人忘れちゃって、ニコニコして帰ってくるのがかわいそうだよ。それだったら俺は自分で面倒見るよ。<laughs> それがさ、僕に与えられた神様からの 仕事だよねそれはもう今は体をに鞭打って痛いたいぐらい分かりますよ。お前はお金を取るのか、自分の親の愛情を取るのかと、今できることをやるのか金の、金稼ぎなんていうのはいつでもできるだろうと。ね親は死ん,死んでからじゃあ面倒見られないんだぞと。どっちを取るんだと。体裁を取るのか。 委ねられましたね綺麗事はいくらでも言えますよ、綺麗事をね。いやー、住宅ローンがどの子の、子供の大学費がどの子の、あの子の、だから国の制度でね、老人ホームがあるんだ、ね、デイサービスがあるんだ金の、金で解決して全部預けちゃえるあいつ。自分だったらどうすんの 自分だったらどうするんですかいや、僕もそれでいいよと。僕も横にされて早く死ぬからいいよと。嫌でしょ嫌でしょ自分だったら。子供が一年に一回ぐらい訪ねてきてね。おい、じ父、いつ死ぬんだよ。お前、財産ねえんだから早く死んじゃえよって言われてね。全、ね、然親の面倒見てさ、退職金もらえなくてね。 会社途中で自己都合で辞めちゃって退職金少ねえし、ね、落とし建物も安くしか売れないし、お前は金残さなかったんだから、ひどい目に遭ってもしょうがないんだぞって言われてね、<laughs> 惨めだなと。でもいいやと。親の面倒だけは見れたからね。まあ子供に自分の面倒を見てもらえなかったけど、よかったよと。 そっちの方がいいよね。皆さんどう思いますか親の介護の問題はみんな、あるよね。まあ、急にね、あの、ニコニコこっくりって死んじゃう人もいるから、そういう親、親っていうのは立派なので、子供に対してね。まあ、悲しいけどね。交通事故なんかも悲しいけどね。まあ、でも後腐れないですけどね。はい、ドル円なんですけどね。 あずいぶん落ちてきましたよね、朝ね。朝からね。ずいぶん落ちてきたんだけど。まあ、1時間足でさ、まあ、75移動平均線で反発しておいてるだけなんですよ。ここもそうでしょこれもそうでしょこれもそうでしょここもそうでしょ,ココでしょで大したことないわ。ね。最悪こう、こ200日移動、200日移動平均線で反発してるから。 まあ結構落ちたけどさ、これ、146円50銭ぐらいまでいったのかな ?50 からさ、145円の50銭ぐらいは、まあ、100フィップスぐらい落ちたかもしれないけど、まあこの、このぐらいでビビってたらさ、あの、FX、なんかできねえんだよ、こんな。全でこれ、ちゃんと見てみ、金返ってるでしょ うんこれ、ね。ちゃんとね、120移動平均線で、まあ、ちょっと潜ったけど、跳ね返ってるしさ、大したことないですよ。これやっぱり死んでるものは救われるってね、あのー、俺が上だって言ったら上なんだから、これ。151円、160円、170円いくんだから、なんでここで、まあ、理確してね。 ショート入れたら今度はパウンドしてな大泣きしてんだと。まあそういうことでございますよ。持っときゃいいんだよ、ずっとね、ロングをね。持っときゃいいんですよ。途中で利確したら終わりですからね。<coughs> 持っときゃいいんです、ずっとね。仮想通貨と一緒ですよ。持っときゃ上がるから。ビットコインだって持っときゃ1億円になるから。相当遠くないうちになりますよ。 それはやっぱり信じられないから途中で売っちゃうわけでしょ。落ちたときに。だからダメなんですよ、と。落ちたときは買うときでしょ、と。うん。なかなかね、頭では理解できても体が動かないんだよね。逆言っちゃうんですよね。うん。それはダメですよ、ということで。どうすればいいのって話だよね。だから先生どうすればいいですかっていつも来るんだけどさ。うん <coughs>。まあ、こういうことですよ。 無心になるのだらね無心無心の反対は雑念ってことでさこ心の中はさまあぼん、煩悩でねいっぱいになってるわけだな雑念常にですよ朝から晩までねでも無心になるのは大変でさあの、まあ、100人いても100人になれないわけですよね、うん 無,し無心っていうのはだから、免許改電ってことでさ、まあ、たとえ柔道、剣道とかと一緒で、道があるわけですよね。茶道、茶道でも一緒ですけど、道があるわけですよ。柔道でも一緒でさ。これだったら FX 道ってのがあってね。無しまず無心にならないとダメだよね。無心になって、FX の神様に、 身を委ねるわけ。ね、自分のこ体の中に心があっては神様が入ってきてくれないから。憑依できないから。<laughs> FX の神様がいて、自分の神、体を憑依憑依,し憑依させるわけね。憑依してもらうわけね。神,神様ってったって別にあれですよ。 全知全能の神、ゼウスじゃないですよ。あの、定給例ですよ。定給な例ですよ。まあ、どっちかというと守護霊みたいな感じですよ。おじいちゃんおばあちゃんですよ。FX でそして、あの自分の人差指でクイックを叩いてもらって、ポジション取るとか決済するとかやってもらうだけであって。 まあ普通はね一回ポジション取ったらまあ半永久的に持ってると半永久的っていうかまああの突き足ですよね、まあ、突き足で考えるんですよねだから突き足でねまあここでロングっていうのが入るから無心になってればそしたらまあ まあ、こう一回来て、こうやって落ちるけど、もっと上行くっていうのは分かってるから、ね、FX の神様はね。だからもう、ずーっと持ってるわけど、何年も何年もね。で、この辺来たら、決済と。今度、ショートと。ね、入れると。そうすると、今度ずーっと落ちてきて、こうやってね、何年も何十、何十何年もね、こう来て、でここで、 まあ60円ぐらいになったら決済と今度ロングって言ってこうやってこたね、何十年も。まあ、こんな感じでございますよね。だからこう,うこういうとこね、こういうとこだったらショートと。まあひょっとしたら今度こ,こショート入れてね、ここでロングってやるかもしれないけど、わかんないですよ。ここに来たらロング。ここでロング、ショートってやるかもしれないし。 それは、あの、FX そ、その時その時、FX の神様に従う必要があって、れ我々ね、人間っていうのは、ただの凡人なんだから、未来は分かるわけない,いんだからね、明日のことさえ分かるわけないんだから、あの、FX の神様に従うだけですよ。従うっていうのはどういうことかって常に心を開けときゃいいだろら、分けて。ね、神様が、FX の神様が自分のね、体を、 入ってくるのを待ってればいいだけで、そのため身,身を清めててね、身を清めてればいいだけで、普段の努力を怠らないし、心配もしないしね、見えも張らない、何もしない、ね、意欲もない、お金欲しいっていう、意欲もない、絶対大丈夫っていう安心感はある。 ね、あの FX で買ってくれるからね。ただそれで、あの見栄を張ることもしない。何もしない。なぜか、知らないけど、ある日、ある時チャートを見てね、ポジションを取りたいって気分になるから、ポチンって取ればいい。あとはチャート、何度か知らないけど、チャートはか見ないと。忘れちゃってたと。そして10年後、ああ、そうだ、こうと思ってたなと。ポジションあったなと。 ので、決済言って言ったら、うわぁ、なんだろう、100億になってるぞと。まあ、こういうことでございますよ。だから、我々ね、たかがね、もう、帰る、もう、帰るじゃない、アリンコのような存在ですよ、人間なんていうのは。太平洋のね、水ってものすごい多いでしょ太平洋、太平、ね、大西洋、インド洋とか。太平洋の水の、 わずか一滴の中に我々全人類がいてね科学技術文化文明食料品医薬品すべてがその太平洋の水のたった一滴の中にしかないわけですよで我々人類はいろいろ文化を発展してきた科学技術を発展してきた 医学を発展してきたなんて言ってるんだけどもただたったの水の一滴の範囲を調査研究してきただけなんだねそれだけしか理解できてないかわいそうなアリンコなんですよ上を見ればね周りを見ればね超巨大な海で水がいっぱいあってね水滴が一滴じゃなかったと半端じゃない水の量 そこにはたくさんの科学技術方程式があってね、異文化交流があってね、宇宙は果てしなく続いてると。それを見たときに人間は腰を抜かしてね、まあ、アリンコなんか腰を抜かしますから、腰を抜かしてね、世界はこんなに広がったのかなと。<laughs> まるで明治維新のようにね、船に乗ってヨーロッパ行った。 アメリカ行った。エジプト行った。世界はこんなに広いのかと。コロンブスのようにね。ああ、そうだったのかと。まあ、それですよね、うん。宇宙はもっと広いから。無限だからで。皆さんもね、FX で勝った負けたよね。引っ張ったと減ったくれたとかね。下手場したとかね。いろいろあると思いますけれども。なんだ心配ありませんよ。 気の向くままにね。ね、い,いくら欲しいんですかあなた。1億なんですか ?10 億なんですか ?100 億なんですか ?1 兆円なんですかまずはそれ言ってください。なぜですかいや、自分の家が欲しいからです。安泰したいからです。いいでしょう。じゃあ、それと同じ分だけ、あの、いね、1億欲しいな。あなたには2億差し上げますと。 1>, 1億は自分のものにしていいです。もう1億は周りの人のために働いてくださいと。喫茶店でもやってそれで使ってください。子ども食堂やってそれでやや使ってくださいと。あ、わかりましたと。ど <laughs> 準備が整ったら。 あのまたね、誘いますから、あなたの心を開けといてください。体を開けといてくださいと。わかりましたと。まあ、これで結構ですよ。ね。無心になる FX も、あ今日もね、明日も明後日も、中れ前にね、ログインしてね、あロ,あロングポジションを入れなくちゃ、ロングポジションを入れなくちゃなくて、朝起きてね、あ FX、今日自信ないな。やる気ないなと思ってやる必要ない。それは神様がお呼びじゃないから。だから、わかんないんだから、ね、どうしても無償にやらなくちゃいけないっていう気持ちになってね、パソコン開いて、ロングポジション入れて、どなんでこれ入れるかわかんないけど、プチッと押しちゃったと。それで結構でございます。 それであとは知らんこしてパソコン閉じて何年も何十年も忘れてしまって結構ですそれがねあ,あっという間にね億万長者になっていてあいを兄よくなってましたと先生ありがとうございましたと僕じゃないよと FX の神様が乗り移ったんだから約束事を守らないといけないよと、はい、分かりましたと まあこのようにあの考えていただければいいと思いますで人、ね。普通の人間というのはそう言われたところですぐに忘れちゃってね、自分のものにしちゃうから、だから長野研究会にみんな入ってもらってね、まあ、すぐに結果が出る人も結構いるんだよね。それを自分の力に寄ったんじゃないと、100%FX の神様のね。 お力なんだということを。忘れないで生きていくと。いうこ、とが重要ですよね。お母さん、大丈夫だな。うん、取りってこいよ、あっちにあるから。知らねえけど。<laughs> はい、じゃ、あちょっと仮想通貨見てみようか。 仮想通貨かもね、僕が思うにはですね、あの、500倍とか1000倍になるね、コイン買った方がいいよ。うん。だから、だから、だからね。 ま、今日ちょっと落ちてるけどね、ビットコイン。4 1四4十、四万8000か。ちょこちだけですけどね。あのー、まあ、僕が思うには、まあ、5万円ぐらい買っといたら、5000万、2500万から5000万ぐらいになると。まあ、大体2万円ぐらいしか買わ,い買わないからね。2万円買っといたら、2 0 0まあすね。 1000倍になった、2000万になったとかさ、1000万になったとか。まあ、そのぐらいが一番いいと思うんですよね。うん。だからやっぱり 0. 点いくらっていうのを買った方がいいと思うんだよね。柴犬とか。うん。こまでしたがいいんですけどね。リップでもね、ちょっと前まで0.2円だったんですよね。これ今85円もあるけど。 0.2だったんですよ。だから 0. 点くらっていうね。もういいいキャッシュとかさ。ね。いいキャッシュとかね。0.003。いいキャッシュはいいんじゃないかな。 ペペとかさ、0.00017とか。ビットトレンドとかね、ちょっとこれわかんないですけど。てら。これね、0.0いくつぐらいがちょうどいいんだよね。0.2から0.02ぐらいがちょうどいいですね。 で、まあ、1万から2万買っとけば、1千万から2千万になると、だから、まあ、風呂器とかね、まあ、5万から10万買っとけば、5千万から1億になると、まあ、だ500倍から 1, 1千0倍。まあ、ジャスミとかね、ジャスミコイン0.5円、ちょうどいいよね、今だったら。うん。シェアコインとかね。うん。 いけるんじゃないですかね。うんまあそこら辺がやっぱり一番面白いんですよね。ビットコイン買ったってさ、今から10倍になるからさ、ちょっと時間かかるよね。何年かね。うんもう400万だからね。10倍になって4000万だからさ。まあ、そのうちなるんだろうけどね。でも、たったの10倍だからね。そりゃなるわね。そりゃなるわ。 なるけどさ、そう、つまんないで、たった10倍じゃ。やっぱり 100, 100倍とか500倍、1000倍にならないとね。まあ1万倍になったコインもあるしね、10万倍になったやつもあるからね。うん、楽しいよね。はい、それではね、今日はこの辺で終わりにしますが、大丈夫ですね。 はい、上ですね。全然余裕のポンちゃんですね。余裕のポンタくんですね。あのー、まあ、これ、うん、何をやるにもさ、道を極めないといけないわけ。野球やるのもそうでしょちょこっとやっただけで甲子園行けたらさ、もう何もいらないわね。練習なんかいらないわね。ちょこっとやっただけ。マラソン練習しただけでさ、オリンピック出れるんだったら、ね、 何もいらないじゃないですか。そうじゃないですよね。FX で食っていくためにはさ、それ相応の努力が必要なんですよ。努力ってのは時間かかるんですよね。で、まあお金はさ、使わなくたってデモ講座でできるからね。お金は使わないけれども、<laughs> 時間かかるんですよ。そして途中でね、たくさん稼いでたのに途中で全部なくなっちゃったとかね。 大泣きだってするわけですよ。だって野球選手だって途中でね、怪我怪我しちゃってさ、1、2年出れなくなっちゃって大泣きするわけでしょ。それを乗り越えてさ、ね、手術してリハビリしてねそう、悲しい気持ち、不安な気持ちを乗り越えて、そしてさ、一度になったりね、大谷になったりするわけですよ。乗り越えなくちゃねで、それはさ、もう無心になるんですよ。 自分の力はもうちっぽけなんだと。ね、FX の神様っていうのがいてね、自分の体に乗り移って、こそこの地上でね、神様の全知全能の力を表現していく表現するんだと。<laughs> <laughs> ぜひね、今日は私のお体をお使いくださいと。今日は私の力を、ね、体を使って、 そして神様のね、力を、そして情熱を、そして感動を表現してくださいと。そうお願いするんですね。そうするとですね、神様は、よし、わかったっす、乗り移ってくれてね。自分がこう、きき気絶している間にヒット打ったりね、ピッチングしたりね、言葉を喋ったりね。 ポジション取ったりするわけですね。<laughs> でもちろんそれはさ、自分の力じゃないんだから、そこで得られた賞金とかね、お金。<laughs> FX もそうだけど、まあそれはさ、まあ、自分の生活費以外はね、ほぼほぼ寄付したりさ、まああの、苦しい人に分け与えた <laughs> 分け与えるっていのが僕は一番いいと。思いますけどね。まあそうすることによって <laughs>、こいつはね <laughs>、あの、善人だと。善人が虫になってると。よし、しょっちゅう乗り移ろうということになるわけですね。 何も不安がない。不安も何もない。何も、お金もやっぱり必要ない。FX でお金稼ごうと思ったけど、この道は素晴らしい道だと。自分が無虫になれるね。神様と一体になれる道なんだと。でこの道を極めよう。そして、その結果、お金が得られたら。 神様の代わりとしてね、ここの市場でそのお金を使ってね、<laughs> 苦しい人を助けてあげよう、神様の代わりにね。これが神,神の一体化ですよね。そのようになるようにですね、中野研究会ではみんなで一緒にね、祈りながら FX やってますのでね。 ぜひ一度遊びに来てください。それでは今日はこれで終わりにさせていただきます。千葉県松戸市よりトム・クルーズがお伝えいたしました。どうもありがとうございました。また明日ね。バイバーイ。